皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。本日はこちらですね、大人気商品くまモンバージョンみかん風味ですね、ついに復活となりましたんで、本日はねこちらのレビューをやっていきたいと思います。こちらのね、くまモンバージョンみかん風味なんですけれども、誕生した経緯といたしまして、熊本のね地震があった時に、私たちがねこう何かできないかっていうことをね考えた時に、熊本でコラボレーションしてプロテインを出すことによって、売り上げのね一部ですね、そちらをこう熊本の支援金としてね寄付させていただいております。くまモンバージョンなんですけれども、大人気のためね一時期こう在庫を切らしておりました。お客様から数多くのご要望をたくさんいただきまして、若干ねパッケージの方もリニューアルして新しくなったくまモンバージョンとして登場となりました。で早速ねこちらの商品をレビューしていきたいと思います。パウダーのね感じはこのような感じですね。ちょっと見た感じサラサラしててすごく溶けが良さそうな印象があります。付属の黒スプーンにすり切り1杯、大体ね水 200ml のシェーカーに入れていきます。はい、いきます。しっかりね綺麗に溶けてますね、泡立ちもねダマもほとんど見られません。あ、もうあれですね、すごくあの柑橘系のねいい香りがしております。いただきます。かー、うまかー。こうさっぱり系甘い系で言うとやっぱりみかんなんで、もちろんさっぱり系のプロテインになります。やっぱりみかん風味ってすごくね柑橘系のさっぱりとした、ね、フレーバーになりますんで、プロテインのミルク感がね苦手だとかね、ホエー感がね苦手だっていう方であったり、甘ったるいプロテインが苦手だっていう方にとてもねおすすめしたいフレーバーです。僕のイメージではこうシャリシャリのみかんシャーベットですね、非常に、ね、近いんじゃないかと思います。くまモンバージョンみかん風味の栄養成分なんですけれども、エネルギーが114キロカロリー、タンパク質が 20g、 脂質が 1.5g、 炭水化物が 5.5g、 食塩相当量 0.1g、 ビタミン C38.3mg、 ビタミン B6 が 1.2mg となります。価格の方なんですけれども、前回と同じですね、3200円となります。こちらの動画のね概要欄の方にみかん風味をね変える URL貼っておきますんで、再販をねご希望されていたお客様も、まだね試したことがないというお客様もね、ぜひ今すぐお買い求めいただければと思います。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。